サマーソニック2024ナンバーアンダーラインアイが東京マリンステージを熱狂の渦に。圧巻のパフォーマンス感動の瞬間ナンバーアンダーラインアイ灼熱のステージで熱狂を呼ぶ。音楽と一体になれる感動体験。8月の真夏の日差しが容赦なく照りつける中、サマーソニックの東京マリンステージでのパフォーマンスに向けた緊張感が徐々に高まっていました。ナンバーアンダーラインアイというアーティストグループは、 この日のために全力を尽くし、最高のステージを提供するために準備を重ねてきました。11時からのステージに向けて、彼らからのメッセージが届き、ファンたちはその熱意とエネルギーに期待を膨らませています。ステージの直前、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは舞台裏で最後の打ち合わせを行いながら、心の中でそれぞれの思いを巡らせていました。彼らの心には、 自分たちの音楽がどれだけ多くの人々に影響を与えられるかという期待と、ファンたちの熱い声援にいられたいという強い意志が宿っていました。ステージに立つことは、ただのパフォーマンスではなく、彼ら自身の存在意義を再確認し、その瞬間を共有するすべての人々との絆を深める機会でもあったのです。観客席には、多くのファンが集まり、スマートフォンを手に彼らの登場を待ちわびていました。SNS 上では、 すでに興奮した声が飛び交い、熱いステージ楽しみにしてます。ワウワウで見ます、といったコメントが数多く投稿されていました。この日のために遠方から駆けつけたファンも多く、その期待感はさらに会場全体を包み込んでいました。ついに、ステージの幕が上がり、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが始まりました。その瞬間、会場の温度が一気に上昇したかのように、 観客たちは熱狂的な歓声を上げました。彼らの音楽は、夏の暑さを吹き飛ばすような力強さと情熱を持ち、観客一人一人の心に深く響き渡りました。彼らが奏でる音楽は、単なるエンターテインメントを超え、人々の心をつなぎ、日常の中で失われがちな感情を呼び覚ますものでした。ステージの途中、ナンバーアンダーライン愛のリーダーがマイクを手に取り、観客に向けて感謝の言葉を述べました。 今日ここに集まってくれた皆さん、本当にありがとうございます。僕たちはこの瞬間を皆さんと共有できることを、本当に嬉しく思っています。このステージは、僕たちの思いをすべて込めたものです。どうか、最後まで一緒に楽しんでください。その言葉に応えるかのように、観客たちはさらに大きな歓声を上げ、会場全体が一つになったかのようでした。パフォーマンスが進むにつれ、 観客たちは次第に音楽の世界に引き込まれ、現実の暑さを忘れるほどの熱中状態に陥りました。ステージ上のメンバーたちは、汗を流しながらも一切の妥協を許さず、全力でパフォーマンスを続けました。彼らの情熱は、観客たちにとっても伝わり、それがさらに会場のボルテージを上げる結果となりました。パフォーマンスがクライマックスに近づくにつれ、彼らはファンたちの期待に応えるべく、 これままでになないパワフルな演奏を披露しましたその瞬間、会場はまるで一つの生き物のように脈打ち、すべての参加者がその瞬間を共有していることを実感させました。観客たちは手を振り、声を張り上げ、彼らの音楽に身を委ねることで、日常の喧騒を忘れ、純粋な楽しさと興奮を味わっていました。最後の曲が終わり、会場にはしばらくの間、歓声と拍手が鳴り響きました。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ステージ上でしんしんと頭を下げ、ファンたちへの感謝の気持ちを表しました。本当にありがとうございました。また必ず会いましょう、その言葉とともに、ステージの幕がゆっくりと降り、観客たちはその余韻に浸りながら帰路につきました。このパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーラインアイは自分たちの音楽が持つ力を再確認し、ファンたちとの絆をさらに深めました。 彼らの音楽は、これからも多くの人々の心に響き続け、彼ら自身もまた新たな挑戦に向けて進んでいくことでしょう。この夏のステージは、彼らにとってもファンにとっても、忘れられない一日となったに違いありません。ナンバーアンダーライン愛のステージが終わり、観客たちはそれぞれの思いを胸に会場を後にしました。彼らの心には、熱い興奮と満足感が残り、その余韻はしばらく続くことでしょう。 多くのファンたちは SNS に感想を投稿し、ステージの感動をシェアしました。今までで最高のパフォーマンスだった、熱さを忘れるくらい楽しかった、という声が次々と上がり、ナンバーアンダーライン愛の音楽がどれほど多くの人々に影響を与えたかがうかがえました。一方で、ステージの裏側では、メンバーたちが静かに余韻を味わいながら、次のステージに向けた新たな意気込みを確認していました。 彼らは決して現状に満足することなく、常に自分たちの音楽を進化させ、より多くの人々に届けることを目指しています。今回のパフォーマンスもまた、彼らにとって大きな経験となり、今後の活動に向けた新たなインスピレーションを得ることができたのです。この日のステージを振り返ると、観客たちの期待に応えるために、メンバーたちはどれだけの努力を重ねてきたのかがよくわかります。リハーサルでの細部にわたる確認や、 当日のパフォーマンスの完成度を追求する姿勢は、まさにプロフェッショナルとしての誇りと責任感に満ちたものでした。彼らがステージで見せた情熱とエネルギーは、ただの偶然ではなく、計り知れない努力の結果だったのです。しかし、ナンバーアンダーラインイの魅力は、その音楽だけにとどまりません。彼らの人柄やファンとの接し方も、多くの人々に支持される理由の一つです。ステージの合間には、 メンバーたちがファンとのコミュニケーションを大切にし、一人一人に感謝の気持ちを伝える姿が見られました。彼らは音楽を通じてファンと深い絆を築き、その絆が彼らの音楽をさらに特別なものにしているのです。ステージの終わりに、観客たちは皆、彼らの音楽が自分の人生にどれほどの影響を与えているのかを再確認しました。音楽は、時に言葉以上の力を持ち、 人々の心に深く刻み込まれるものです。ナンバーアンダーライン愛の音楽もまた、そのような力を持ち、多くの人々に感動を与え続けています。この日のステージが終わった今、私たちは再び日常へと戻りますが、ナンバーアンダーライン愛の音楽は私たちの心の中で生き続けます。彼らの音楽が、私たちの日常にどのような変化をもたらすのか、そして次にどのようなステージが待ち受けているのか、 楽しししみにになながら日々を過ごすことになるでしょう最後にナンバーアンダーライン愛が私たちに問いかけたようにこの記事を読んでいるあなたにも考えてほしいことがあります。音楽が持つ力とは何かそしてそれがあなたにどのような影響を与えているのか私たちは時に音楽をただの背景音楽として捉えがちですが実際にはその音楽が私たちの感情や思考 行動にに大ききな影響を与えていることに気づくべきです例えば、疲れた日には癒しの音楽が心をほぐし、新たな活力を与えてくれることがあります。また、悲しい時にはその感情を代弁してくれる曲が心の支えとなり、乗り越える力を与えてくれることもあります。さらに、喜びや楽しさを共有する瞬間には、音楽がその感情を倍増させ、忘れられない思い出を作り出してくれるでしょう。 音楽の持つ力は無限であり、それを最大限に生かすのは私たち次第です。音楽を通じて新たな発見や感動を見つけ、日常の中でその力を感じることで、私たちの人生はさらに豊かになるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽がこれからも私たちにどのような感動をもたらしてくれるのか、その未来に期待しながら、この記事を締めくくりたいと思います。彼らの音楽を聴くたびに、 私たたちは新たな感動を見つけ音楽が持つ力を再確認することでしょう。そして次に彼らのステージを目の当たりにする日が来ることを心から楽しみにしています。それまでの間私たちはそれぞれの日常の中で彼らの音楽を心に刻み続けることでしょう。音楽はただのエンターテインメントではなく私たちの心に寄り添い人生を彩る大切な存在です。 ナンバー・アンダーライン愛の音楽があなたにとってどのような意味を持つのか、ぜひ考えてみてください。そして、次のステージで彼らの音楽がどのように進化し、あなたにどのような影響を与えるのか、その瞬間を楽しみに待ちましょう。そして、この日から始まる新たなストーリーが、また多くの人々に感動を与えることでしょう。ナンバー・アンダーライン愛の未来に、ますます期待が高まります。 彼らの音楽がこれからどのように進化し、どのような影響を与えるのか、その行方を見守りながら、私たちは彼らの次のステージを楽しみに待つことにします。最後に、この記事を読んでくださった皆さんに問いかけたいと思います。音楽とは、あなたにとってどのような存在でしょうか日常の中で、音楽がどのような役割を果たしているのか、そしてそれがあなたの人生にどのような影響を与えているのか。 この記事を通じて、少しでもその答えを見つける手助けができれば幸いです。音楽が持つ力は計り知れないものですが、その力を最大限に引き出すのは、私たち一人一人の心のあり方次第です。これからも、音楽を通じて新たな発見と感動を見つけ続けましょう。